ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が、第2戦でワールドシリーズデビューする山本由伸投手に期待をかけた。第2戦の試合前の会見で、山本の登板をどれだけ楽しみにしているかと問われると、平常心を保って落ち着いており、感情のコントロールをしながら投げることができる。ワールドシリーズ初登板だが、彼は準備ができている、と笑顔で答えた。試合開始が待ち遠しいが初球の入り方が少し心配やな。個人的には変化球から入ってほしいが。由伸ほんまに大丈夫か？ヤンキース打線は怖いぞ。なんかジャッジを目覚めさせてしまいそうで心配だ。なんか好投してる雰囲気出してるけど PS の成績普通にクソだよな。負けてないからな、短期決戦なら許される。吉が人生かけるのは第6戦のマウンドや、今回は序盤で大炎上するから問題ない。3回4失点ぐらいで済んで、かけるとしたら第7戦やろ。第6戦から中0日の登板は延長18回でもありえない。3回も失点以内なら合格やな。ホームでの大事な2戦目、ここで負けるとヤンキーススタジアム3連戦で負けて優勝逃すかもしれん。5回も失点なら QS ってことでいいか？6回も失点でいいぞ。そんなの神になっちゃうじゃん。初戦勝てたから気楽に投げていいで。今日は乱打戦になりそうな予感。日本人最強投手の座もかけて投げる山本。まあいいやんそんなの。毎試合人生をかけてブーストするという制約。5回3失点が QS なチーム。めちゃくちゃ大事な一戦だな。ここで勝てば7割くらい優勝だろ。ジャッジを蘇らせるのは山本という風潮。負けてもジャッジに連発されて目覚めさせるとかしなけりゃ OK やろ。ドジャースの今の流れだけは変えんでほしいわ。最低でも外とジャッジに被弾浴びるだけは避けくれ。3回3失点と予想する。まあもうポストシーズンも4試合目だし緊張とかは大丈夫でしょ。怪我で休んでて余力もあるし。昨年の今頃は日本シリーズで投げてたのに、今年はワールドシリーズで投げるんだもんな。すごいよ。プレイオフで山本が登板したら大谷はホームラン打ってるからな。山本にも大谷にも期待する。